ランズダウンロードはアイルランドラグビー協会が所有していたスポーツスタジアムである。基本的にはラグビーの試合に使用されるがサッカーの国際試合やカップ戦の決勝戦およびコンサートなどにも使用されていた。1872年のオープンで2007年に閉鎖。スタジアムの真下を通ってランズダウンロード駅に到着する電車ダブリン市の中央を流れるリフィガーの南。 約3キロの場所にあった。w 2 4区のボールスブリッジ地区は、完静な住宅街で、スタジアムの周りには、赤いレンガ造りのビクトリア朝時代の住居が立ち並ぶ。交通の便もよく、スタジアムの横に、スタジアムと同じ名前の鉄道の駅がある。スタジアムの西側スタンドの真下をこの鉄道の線路が、通る造りになっている。 スタジアムの名前は目の前の道路の名前にちなむものであるが、この道路の名前は英国の貴族であるランズダウン港に由来する。ランズダウンは英国のサマセット州にある地域の名前である。ラグビーのアイルランド代表のホームグラウンドとして使用されてきた。また、 サッカーのアイルランド代表チームも1971年から頻繁にこのスタジアムを使用し始め、1993年3月以降は、改修前まで全てのホームゲームがここで行われた。90年以降は、アイルランドサッカー協会杯の決勝も開催されることがあった。また、レンスターラグビーチームもホームグラウンドである、ドニブルックグラウンドに観客が入りきらないと思われる。 場合には、ランツダウンロードを使用していた。1999年と2003年には、ハイネケンカップの決勝がここで開催された。回収前の収容人数は49,250人で、あるが、これは、北側と南側の立ち見席を使用した場合の、人数である。FIFA と UEFA は、公式な国際試合において、立ち見席の使用を禁止しているため、こうした試合では、 収容人数は36,900人であった。ただし、親善試合では、立ち見席が使用された。コンサート会場としても使用されることがあり、ニールダイヤモンド、U2、REM、イーグルス、オアシス、レッド、ホットチリペッパーズ、ザコアーズなどがここで演奏している。ランズダウンロードは2010年に5万人収容のラグビー及びサッカー場として再オープンした。 建設費は約3億6500万ユーロであり、そのうち1億9000万ユーロをアイルランド政府が負担し、残りをアイルランドラグビー協会とアイルランドサッカー協会が負担する。設計、思考はホークスベイ社、ビュローハップルド社及び ME エンジニアズ社である。改修前に行われた最後のラグビー国際試合は2006年11月26日の 対パシフィックアイランダーズ戦でアイルランドが61対17で勝利を収めた。最後のサッカー国際試合は2006年11月15日に開催されアイルランド共和国が5対0でサンマリノを下した。最後のサッカーの試合は2006年12月3日のアイルランドサッカー協会杯の決勝でデリーシティ FC がセントパトリックアスレティックスを下した。 回収前の最後の試合は、ラグビーのケルティックリーグのレンスター対アルスター戦で、こうしたリーグマッチとしては、異例の4万8000人の観客を集めた。ランズダウンロードの回収中は、サッカーとラグビーの国際試合は同じく、ダブリン市内のクロークパークで開催される。クロークパークを所有するゲイリック体育協会は、最近まで、協会所有のスタジアムを、 外国のスポーツに使用させることを禁じていた。2006年、ガーはこの規制を緩和することを決議し、2007年には、ラグビーのシックスネーションズの試合が2試合、サッカーの2008年ヨーロッパ選手権予選の3試合が、クロークパークで開催された。ありがとうございます。